本日は、泣けるほど歯を残す、歯科の追求として、外科的提出と歯根端切除術というものを併用したステージ4についてのお話をさせていただきたいと思います。このステージのうちのここですね、ステージ4の抜歯、と言われた歯に対して、外科的提出と歯根端切除術を、この2つを使うことによって、歯を保存したものに関して、あるいはその方法について、考え方について解説していきたいと思います。この方はですね、左上の、こっちが左なんです、左上の2番目の歯が、CT を取ってみると骨が溶けていて、断面図も完全に黒いところが骨が溶けているところなんですけど、骨が溶けていると。で、さらに、水平断で見てみると、ここに、破切線という歯が割れているところがあるということで、単位にて、抜歯してインプラントという診断を受けて、まあ、そのところからですね、インプラントの依頼を受けて当院の紹介でいらっしゃいました。インプラントをする場合に、まずプラン1は、歯を抜いてすぐにインプラントをする場合、そしてプラン2は歯を抜いて半年3ヶ月待った後にインプラントをする場合、そしてプラン3は骨を、緑の部分に骨を作ってからインプラントをする場合、それぞれの3パターンについて考察していきました。まずプラン1から見ていきましょう。ここに、まず歯茎がピンクのところがあって、黄色い部分が骨ですね。そこの時に、歯を抜いて、でそこにインプラントを入れた場合というのは、骨がインプラントというのは骨の中に入れていくんですけども、十分な骨がないので、こう挟まらないので、インプラントがすぐ落ちてしまうということで、抜いてすぐのインプラントは難しいだろうと。次にプラン2ですね。このままどういう経緯をたどるかというと、歯を抜いて、しばらく待つとですね、骨がこういうふうに吸収してくるんです。今、もともとこういうふうにある骨が吸収して、こういうふうに高さがなくなってしまうんです。そうすると、それに伴って、この上の歯茎っていうのも、へこんできます。そうすると、最終的にこういう、この歯に対して、この高さ、長さにしたいんですけども、へこんでしまった分、インプラントをこう入れる、インプラントの長さも短くなりますし、高さは、この歯の、最終的に入れる歯の上面は一緒じゃないと変なので、結局、すごい長い歯になっちゃうんですね。こんな感じです。こんな長い歯になっちゃう。そうすると、歯を抜いて骨が治るのを待ってやった場合には、こういうことになってしまうので、見た目としては結構厳しい、歯のインプラントの持ちもなかなか厳しくなってしまう。では次に、この、緑の部分という骨を作ってから、インプラントを入れるケース、当院でも、最初にお話ししているようにですね、骨がない場合に、骨を作って、でそこにインプラントを入れるということはあるんですけれども、必ずうまくいくわけではなくて、骨ができないケースもあるわけですね。もしこの緑の部分の骨ができなかった場合には、結局プラン2と同じように、骨を喪失してしまい、長い歯、見た目的にはちょっと耐え難いような結果になってしまう可能性があると、リスクがある。このようにプラン1の歯を抜いてすぐにインプラントをするケース、プラン2の歯を抜いて3ヶ月から半年待って骨をインプラントを入れるケース、プラン3の骨を作ってからインプラントを入れるケース、どの場合もインプラントの持ち、そして見た目にリスクがあるということが分かります。そこで、歯を持たせるための提案というのを、原因を含めて患者様にご説明しました。今回、骨が溶けてしまっている原因は2つあると。1つは、歯の根っこの形態により、根管治療、中のお掃除して埋める治療というのが、十分にできないことによる、ものが1番。そして、
こういうところですね。歯が割れている。骨の中で歯が割れていることによって、根っこの先端と、この割れているもの、両方が、この歯にとって2つの、問題点があると。この2つを解消してあげれば、この骨は回復してくる可能性があると。回復してくれば、後々インプラントになったとしてもですね、十分な骨があるので、インプラントも長持ちしやすい。そしてさらに、これが長も、あの、今よりも、今すぐ抜いてしまうよりもですね、持つことによって、インプラントのスタートする時期を遅らせることができる。ひいては最終的には入れ歯の時期を、期間を減らすことができると。ということで、まずこの1番に対しては、一度歯を抜いてですね、お口の外で原因の歯の先端、このおそらく先端が悪いので、先端を悪いところ切ってしまって、後ろから空洞を埋めることによって、先端の膿に対して、膿ができてしまって、原因に対して、解決していくと。で、2のこの歯が割れているところに関してはですね、また元に戻すと同じところの骨の中で割れているところができてしまって、骨が吸収してしまうので、戻すときにちょっと浮かせて、割れているところが骨よりも上に来るようにして行うことで、こっちに対しての、2番に対しての対応をしていくという計画を立てました。実際に歯を抜いて、悪いところを取って、裏側から、空洞があるから菌が繁殖するので、裏側から空洞を、埋めていくと。特殊な屈で埋めていくと。そして、2番目の対処に関しては、1回歯を抜いたものを、最初の状態よりも、なんとか、上、浅く埋め直すというかですね。割れている部分を骨より上に出すために浅く埋め直すことによって、対応すると。そうすると、まず歯の長さというのは、短くなってしまって、かつちょっとこう全体的に上に設置はしているんですけれども、その結果、黒かった骨、溶けてしまった骨が完全に再生して、骨葉組織によって戻っていると。ここは特に骨を作りに行ったわけではなくて、原因を取ってあげたことによって、骨が回復していると。ここですね。見た目も悪くはないと思いますけども、一番はやっぱり歯が残ったということが、一番良かったんじゃないかなと思っております。で、こういうことはですね、結局、ドクターの知識と、技術ですね、そういうものが必要になってくると。で、今回のこれにはですね、さらに、コンサルテーションによって、どういう方向にするかってことが大事です。なんで、コンサルテーションというものがですね、金額を突き詰めることで金額が安くなることもありますし、今回のようにインプラント以外に長い目で見たときにはですね、今回で言うと、この入れ歯ですね。入れ歯を、持たせることで遅くしてあげれる。その後インプラントをやれば、さらにこう、持ちが良くなるだろうと。この方はまだ40代、50代の方なので、今回の処置っていうのは非常に有効だったんじゃないかなと考えております。なので、私はコンサルテーションっていうのは非常に重要だと思っていてですね、今はちょっと最初に1時間ぐらい、時間を取りして、CT を取らせていただいて、そこで、現状の状態の、自分の確認と患者さんに対してその現状をお伝えする。そしてそれに対して選択肢をお話しして、それに対しての利点欠点をお話ししていくと。ということで、このコンサルテーションの時間というのが、非常に、当院では重要だと考えております。なので、もしご要望がある方は、そういうふうに使っていただけるといいんではないかなと思っております。ということで、今日は、ステージ4の外科的提出と押根管手術により、歯を抜かない、抜歯と言われた歯を抜かないで、保存した症例、そしてその解説を行っていきました。今後も各ステージや症例においての考え方、重要なポイントっていうのをお伝えしていきたいと思いますので、よろしければ、いいねボタンとチャンネル登録、そして、ベルを押していただけるといいと思います。では。
地下の石油。